今日はチーム B 公演があります。イエーイ。ということで、いやー、声出し解禁の解禁後初のチーム B ドル明け公演ということで、どんな感じになるんですかね。めっちゃドキドキ。うん、なんか意外と、なんか昨日755でどうですかって聞いたら意外と外れてる人が多くておもろい笑うことじゃないと思うんだけど、意外と外れてる人が多い、うん、今はアンケートを1個やるのを忘れてまして、やばそう、でもちゃんと締め切りは大丈夫なんですけど、ちょっとあれが、公演終わるまでには書きたいって思って、始まるまでか、なんかもう公演に集中したいから、そうそうそう、声出しになるとやっぱ倍率上がるんですか？そうなの？なんで？別にもっと疲れるだけじゃない？わかんない、私はどうなんだろう、うん、いや、まあ出したくて出してるっていう部分もあると思うけど、でもまあ俺のハルピョンとか言いたいか、やっぱり俺のハルピョンとか言いたいもんね。確かにそうなると上がるのか。なんかでもみんな、え、どこで声出そうって思いそう。なんかさ、昨日はさ、マリアちゃんの生誕だったからさ、もう生誕なんてもう声出しまくりみたいな感じの公演じゃないですか。なんか生誕の方が声大きいイメージ、うん。でもさ、通常公演は初じゃないですか、声出し可能になって。絶対さ、みんなビクビクしながら声出すんだろうなって思いながら、
んかドキドキしてそう、みんな今日入る人みんなドキドキしてそう。最後の生誕祭コールできるのが良き。え、私勝手に最後にされるんですか生誕祭。ちょっとやめてもらっていいですか、もうちょっといてもいいですか、すいません。すいません、ちょっともうちょっといたいなみたいな気持ち。どんな感じなんだろう、マジでもう忘れちゃったから、なんか新鮮、一発目の公演みたいな感じ、マジどれだけ初日みたいな気持ちです。そうだ、昨日マリアの公演行ってた人います？普通にオンデマじゃなくてもう行ってましたみたいな人いる？聞きたい、いや普通に怒るわけじゃなくて聞きたいことがあって、そう普通に聞きたいことがあって。今メイクしてないよ、公演前になんでするのさ。普通に聞きたいことがあって。いないか、いないならいいや。え、でも群マニアさんいるのに、群マニアさんいるのに行ってない、昨日落ちた。あら普通に聞きたいことがあっただけなんだが、マリアの公園に昨日行った人、あ、ほらいる。え、行きました？昨日のマリアの生誕。行きました？誰も言ってない？誰も言ってないわけではないんだけど、ここにいる人では誰も言ってない。そっか。それはしょうがない。ならいいや。
や全然めっちゃ聞きたいことがただあっただけなの。内緒何聞こうとしたかは内緒、いないから。内緒は受ける。てっ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 てれれん。リリ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 。今日寒い？マジ？なんか今日朝ツイッター見てたら寒いですみたいな書いてあって、マジいいと思って。うん、風が強い。昨日より寒い。マジ？寒むむむむですか？わあ。じゃあやっぱり。裏キボードパーカーで行こうかな。風がある。ああ、風防ぎ。ね、でもなんか天気は良さそうじゃない？めっちゃ。でも寒いんだ。うん。劇場でお会いしましょう。だってありがとう、来てくれて。劇場で会おうじゃないか。花粉やばい。あ、全然花粉大丈夫。私
ルピオンが公演終わって帰る頃3度やば3度うーん頭おかしいね。ちょっとまだ今日9時で解いてないからさ朝起きていや解けすいませんちょっとまだ起きてテレビ見て YouTube 見てテレビ見てのんびりしてて振り見て頑張ってました。でも今日もサラサラでしょ。やったパンは美味しく食べれました。ごちそうさまでした。美味しかったです。昨日ツイッターいっぱい投稿してて偉かった。ありがとう。やっぱりなんかやらなきゃいけないことをなんか可視化してメモにしてトゥードゥーリストみたいになんかこうやり終わったらチェックつけれるようにするのをやるとやっぱあとこれやんなきゃいけないんだあとこれやんなきゃいけないんだっていうのが分かるのでめっちゃいいですね。うん。やってないことが一目でやっぱり分かるからこれからもそれ続けようと思った。なんか普通に携帯のメモとかでもそれが今できる時代なのでそうそうそうやろうって思いましたね、うん、メモする癖があるのは偉いなと思います。え、マジメモらないと忘れちゃう。うん、本当にすぐにメモしないと忘れちゃうんですよね。昨日のツイッターでキャッチフレーズがキトキト笑顔って言っていることが分かりましたいやー前も言われたな。キトキト笑顔が分かりませんみたいな。なんかきっとキトだと思ってました。うん、きっときっとだと思ってましたちゃうわ。お腹鳴ってる。消化中。サラダと昨日言ってたパンを朝食べました。お昼は公演前になってしまうので、まあ今お昼っちゃお昼なんですけど、公演前はあの普通にお腹が出てしまう。すぐにお腹が出てしまうので、あの何でしたっけ、昨日言ってたパン1個とかなを食べて、で公演終わったらお弁当夜食べます。あの配信しながらきっと食べたいと思います。
今日お弁当はお姉ちゃん家にまた帰ってきてから食べます。もうしばらく滞在しているので、まあ嬉しいことですよね。こう仕事が立て続けにあるっていうことは。スタッフさんから連絡が、すいません、大事な、きっとじゃない、大事なのでちょっとすぐ秒で返します。あったかな、あるかな、あるかな、よくいしょ、8人公演でも出演回数が多くて嬉しい。あ、もう完全に同じポジションの子が卒業しちゃったからっていうのが強いですねそうだから、もうそれは香里ちゃんにありがとうって言ってくださいメモで文字打つのがめんどくさくて音声で勝手に文字打ってくれるアプリのメモ帳を使ってます。あ、私声出せない時とかにね、ププって書きたいから。そうそうそう、あとはだいたいメモることってさ、本当にさ、まだファンの方には言えない情報とかあるじゃないですか未公開の情報とかそういうのを載せることが多いので、あ、メモにすることが多いので、うん、ないな、ちょっと待ってねスタッフさんに渡そうと、今スタッフさんから連絡が来た。それないな、どっかにあるかな。あれならあるんですよね、でもそういうことじゃないんだよな、多分スタッフさんが言いたいことって。インスタ更新してなさすぎ、やば急にオンデマ最善でコールしてる。それはあのご近所さんの迷惑にならない感じでお願いします。はい、これだ。どっかにあるかな、この。あった。ありました。ちょっと待ってね、
午前中で終わらせるためにただいま必死です。もう午前中過ぎてますあれ、あ、紙に書くと紙なくしちゃう。わかる、マジでそれ本当にそう。頑張れ仕事。私もやばい、私もこれを、でももう出そうと思えば出せるんですよね。なんか追加することあるか。これも追加しとこ。よし。よし、これでいいかな。マックのポテトを食べながらデータの制作中、まだまだ終わりません。マックのポテトが食べたくなりました、今ので。でもこの間ちょっと一旦これで出します。ちょっと待ってください。この間公園に出たじゃないですか。10日に出たと思うんですけど、その10日の10日のなんか時に、10日の時にもうサバ味噌があって、お弁当が美味しそうすぎてサバ味噌を食べたんですよ。で結構お弁当の他の部分をしっかりと食べて、もうお腹いっぱいになるぐらいになってから公園に出たら、アンコールのやっぱ衣装がちょっと大変でしたはい、別に入りはしたんですけど、あ、やばいかもって思って、
私ほんと食べたらすぐ出るタイプの人間なので、なので今日はお弁当は絶対に食べません。持って帰ってここで食べます。はい、絶対にそうします。やばかった。あ、でもあのちっちゃい昨日いただいたパンは食べます。さすがにね、さすがにゼロだとちょっと無理、お腹空きすぎて倒れそうなので、なんていうの、軽食レベルのパンは食べます。安心して。お疲れ様です。サバ味噌食べたくなりました。ごめんなさい、食べてください。今日はアボカドのやつじゃなくてベーコンとクリームチーズってやつ食べる。美味しそう。最近完全栄養食という噂のベースブレッドを食べて、なんか私ももうほんとひーちゃん帰ってきてすぐぐらいの時のアンロケの実況配信みたいなあったじゃないですか。あの時にベースブレッドっていうものを初めて食べたんですけど、なんか私には物足りなかった。なんていうの、味がやっぱ、だから普段から結構味の濃いものを食べてるんだなと思って、そっからそれ以降食べてないです、一回も、でもだから気をつけなきゃなとは思ってます。普段から味の濃いものを食べてしまっている自分に対して。でもほんと最近は野菜を多く摂るようにしてますね。もうほんとここ3日ぐらいの話なんですけど。はい。でもさ、自分の好きな、いや、あんまりねドレッシングとかもかけない方がいいのかもしれないけど、私は自分の好きなドレッシングを見つけたんですよ最近。好きなドレッシングっていうか、好きな味の、好きなタイプ、好きな種類のドレッシングなんですけど、とある、どこだったかな、あれは。でも普通にお店屋さんで定食を食べた時に、そこにあったあの玉ねぎのドレッシングが本当に美味しくって、でそっから玉ねぎのドレッシングにハマって、そしたらサラダを食べられるようになりました。はい、なんかこれまではシーザーサラダがすごい好きだったんですけど、もう今はあのドレッシング、玉ねぎのドレッシングですね。はい、うん、大人になった。トマト嫌いだけど無理やりトマトジュース飲んでますって。ジュースって意味あんのかな、野菜ジュースとかってことでしょ、どうなんだろう。
意味あんのかな、わかんない。今毎日シーザードレッシング使ってるけど飽きてきました絶対そうですよね。食物繊維が入っていないから意味ないという話を聞いたことがある。あ、でもリコピンとかトマトジュースの場合は意味ありそう。ちょっと食物繊維云々とかじゃなくて、トマトジュースはリコピンが云々みたいな。でも多分普通にトマトを食べた方が絶対いいのは正解。でももうトマトを食べるぐらいならもう嫌だみたいな、でもトマトジュースは無理やり我慢して飲めるみたいな、あれだったらね、飲んだ方がいいかもしれないけど、ポテトサラダはサラダなのか問題。え、ポテトサラダってサラダだと書いてあるから食べちゃうっていう、それって本当に良くないですよね。でも私もそうなんですよね。ポテトサラダってサラダだから食べても良くないって思って、ポテトサラダはサラダだからサラダとして食べようと思って、結局ポテトサラダってポテトとサラダだからポテトとマヨネーズじゃないですか。じゃがいもとマヨネーズってもう最高の高カロリー商品じゃないですか。もうそう考えたらポテトサラダってサラダだけどサラダじゃないよね。以上です。まあでもそのへえそうなんだ、ポテトサラダは200キロカロリー、キロカロリー以下だから10キロだと思うけど、痩せてた時も食べて、すごー。多分トマトジュースだったらリコピン入ってるんじゃないですか、普通に、最近はほらお姉ちゃん家に私もいることが多いんですけど、でもなるべくその外で食べるっていうことを減らそうと思って、やっぱりなんか外で食べるとカツとか食べちゃいたいなって思うんですけど、あのそれを我慢して、あのスーパーとかに行って、でも作らないですよもちろんサラダ買ったりとかお豆腐買ったりして、そう気をつけるようにはしてます。でも最近ありがたいことにお仕事が多いので、お弁当をいただくことも多いので、そのお弁当をたくさん食べはするんですけど、たくさんって一人一個だ、一個食べたりするんですけど、でも、はい、そんな感じです、だからお家よりも物を作ってるかもしれないお姉ちゃん家の方が自分の分しか作んないよ。弁当はどこのが好きですか？塚田農場さんのタルタルチキン南蛮みたいなやつが好きです、はい、ホットモットの唐揚げ弁当もうまい。あの唐揚げ弁当のあの唐揚げにかけるはずのスパイスをあのご飯にかけて食べるのがマジでうまい。あのスパイスって結構味濃いめだから
ちょっとだけでいいんですよ、唐揚げにかけるのは。そうで、その残ったスパイスをご飯にドゥーン、最高最高。今日は目がキラキラしてます。公演が楽しみなんです。髪型何にしよう。本当に。他のメンバーが何するかにもよるよね。今日前座あるのかな、わかんない。今日の公演はリアタイできないけど DMM 見てコールの練習する。そうだよね、みんなコールの練習をしてください。あの15、17外れたって言ってる方は、で次来るであろう当選する日に、うん、頑張ってください。昨日はみずみんとコッコでした。みずみん昨日出たの？つんだ、泣いた、悲しい。声出し解禁後初チーム B 公演だから普段見ない人も配信見る人多す。じゃあなんか可愛い髪型にした方がいい？じゃあもうハーフツインにしようかな。もうなんか、いやでもそうだな、迷います。メンバー見よ、何系をよくやりそうな髪型のメンバーかな、ん？何系の髪型をよくやりそうなメンバーかなとか、まあもちろん今日やる髪型といつもやってる髪型は違うかもしれないんですけど。さっきーさん、ひだちゃん、くるちゃん、めぐみん、はるぴょん、なぎちゃん、せなたん、れいちゃま。なぎはいつもの前髪すんって感じじゃん。でしょ？サッキーさんってでもおろしが多そうなイメージ。もうあとは、あでもレイちゃんは何すんだろう。でもあとのメンバーはもう公演いっぱい出てるからそんななんかあれそう、別にもう何でもいいやみたいな感じのメンバーが、何でもいいわけではないかもしれないけど、なんか何しようかな、今度も出るしなーみたいな人が多そう。でも髪色背格好で被りそうな人はいないので大丈夫かなと思います。セナタンもねちょっとピンクっぽい感じだし、最近
だから大丈夫だと思う。ね、サッキーさん出るのレア。初めまして私、サッキーさんとレイちゃま初めて一緒に出ます、うん、だから、まあ、レイちゃまはなんかきっと多分サッキーさんの方がもう一緒に出る機会珍しいと思うんで、レイちゃまはいつでもなんか出れそうな気がするので、あのあれしたいなって。ピョンムービーは今日サッキーさんと撮りたいけど、サッキーさんオンデマ撮るかなみたいな感じ、どうだろうみたいな気持ちなので。でもお願いしたらいいよって言ってくださいそうな優しい先輩じゃないですか。めちゃめちゃもう本当にいいよって言ってくださいそうなので、そう、私がお願いできるかっていう問題ですね。はい、頑張ります。めっちゃ音色ハゲハゲだけど、これで出てもいいかな。やばいかな。いけると思います。めっちゃ音色ハゲハゲ いい今やったら多分無理そう、よれそう今やったら。やめよう。でもちゃんと言うね。はい、私がうさぎの、違う、私が質問したら「はる」と言って「ラビット」と聞いたら「ジャンプ」と言っていただけると嬉しいですって言いますね今日ちゃんと。よし頑張ろう。楽しみ楽しみ。はーいって帰ってくる。え、本当帰ってくるかな。楽しみにしておきます。嬉しい。そうですね、コールはハルピョンでも言おう。あのお題、今日のお題なんだろう、これこれこうなのでこうだなと思いました。皆さんぜひコールはハルピョンでお願いします。今日も一日よろしくお願いします。イエーイでいきます。ハルピョンでお願いします。来てくださる皆さん、昨日とかもみんないつも以上に返事してた。え、それは絶対生誕だから。生誕は大体そう。しかもマリアの生誕でしょ。マリアのファンの方も結構もう群マニアさんっていう、もうなんか強い感じなので、絶対にそうだと思います。どこでハルピョンって言うんですか。風景気が押し寄せて日本はなぎちゃんってこと。電話かもないよ気楽に生きよう落ち立て、違う、せめて今日は明るく行こう、はいはいはい、偉い人か悪いのか先行き。え、どこでコールって言うんですか。コールってどこでするの？わかんない。頑張ってみんな。多分過去のせ、あのドル分けとか見たと思うから。私たちはこれまで通り頑張って頑張るだけなので。え、だってどこでやるの？デモアカウン、違う、
偉い人が悪いのか先行き枕分かんな残念少女ナイフだって隠し持てるえコールとか来たら私声かき消されるんですけど頑張らなきゃ頑張るね、うん、ちょっと今日の僕隊でも僕隊今日じゃない昨日の僕隊を見る一回見てコールの感じを確認するかドル明けの改めて自分の歌割りとかのポジションとかを確認するかどっちが大事なんだろうどっちも大事なんだけどどうしよう急に不安に打ちたファンの方はなんとなくコールするタイミングって分かりますあじゃあもう皆さんにお任せでいきますねうん、殴る。バイバイ殴られる殴る入れ替わる殴られる殴るつズン、うん、OK あすいません急にすいませんあの拳の正義ですねうんあれいつも分かんなくなっちゃう殴る殴られる殴る入れ替わる殴られる殴るドゥン、はい、頑張りますピョンムービーをツイッターに載っけた後に通常のツイートをしてしまったんですけどあのドライブについてのいろんなことを載っけさせあのいろんな気持ちを載っけさせていただきましたあの本当に何だろうもちろんギルドに入ってくださった方はもちろんなんですけどあのギルドに入らなくても毎日チアレターを送ってくださった方だったりとかっていう皆さんに本当に改めてちゃんとお礼を伝えたいなっていうのは思っててなのであのなんて言うんですかね画像の ALT っていうところで伝えさせていただいたのでぜひ皆さんそこも見ていただけると嬉しいなと思いますなんかねここだけの話なんですけど昨日の12時台の多分ここにピョンズギルドの方いないと思うから言うんですけどなんでよ昨日の12時台のギルドバトルは参加できると思って時間的に参加できると思ってであのちょっと15分ぐらい経っちゃってたんですけど参加するってところを押したんですよそしたらもう終わっててそうピョンズ負けててその相手がすごい強かったっぽくってピョンズ負けちゃってたんですそうでもちょうどなんか私が入ったぐらいに負けててうわ待ってみたいな私があと1分早く入れたらでもまあ普通にお仕事の合間に入るあれだったからそう
その時間にしか入れなかったから、まああと1分早く入るとか無理だったんだけど、でもまあ最後にギルド対戦、ギルドバトル一回みんなとしたかったなっていうのが心残りでした。以上。ね、本当に時間がさあれだったんですよ。昨日の僕隊見るならランランランどうぞだって。じゃあ今見よう。ちょっと声、みんなの声がどれぐらいの感じなのか今見よう。でも普段よりも頑張んなきゃ、余計に頑張んなきゃ多分みんなの声でかき消されるってことですよね。2曲目すごい。前座のみずみんがかわいい。そっか、17期生って初めてコールあり公演なんですもんね。嬉しそう。すごい、コッコはマジで永遠に表情変わんない。なんか笑ってる、かわいい。ごめん、みずみ見てるわ。みずみ見ちゃってる。ごめんなさい。でもすごい、ファンの方が、すいません、推しを見てます。2曲目ですよね。あ、この辺だ。ランランラン、お、来ました。すごい、マリア楽しそう。
って入るんだ。マリアすごい。いや、サヤリン歌うま。ランランランのさ、サビ中って何も言わないんだ。もっとなんか言うと思ってた。すごい。心臓せい、あーわ、心臓かせと、待って、私時間やばい。すごい。あれ、電気消えた。あれ、電気、あ、充電ない。電気の充電ない。ごめん。ちょっとじゃあ今日のコール楽しみにしたいと思います。女優ライトの電源もなくなったので、そう、2時半までって思ってたからちょうど良い。なんか楽しみになりました。まあ、もともと楽しみだったんですけど、頑張りたいと思います。それではランキングいきます。1位ギャローさん、ありがとう。2位ズーシミケンスケさん、ありがとう。3位北里光平さん、ありがとう。4位モスコミュールさん、ありがとう。5位クジノダイゴさん、ありがとう。6位マックミックさん、ありがとう。7位バジャールさん、ありがとう。8位タカさん、ありがとう。9位スコットペレグリーノさん、ありがとう。10位高市さん、ありがとう。12位アカナノソルティさん、ありがとう。13位マルさん、ありがとう。13位バードさん、ありがとう。そして本日のラッキーと88位はケンジさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。公演楽しみに頑張りたいと思います。髪型もちょっと何にするかはまだ決めてないんですけれども、決めて頑張りたいと思います。ということで、それではぜひコールの方、あの公演に来てくださる方はハルピョンコールの方よろしくお願いします。公演に行けないよって方もオンデマさんでぜひコールの確認だったりとかをしていただいて、あの今度当たった時にコールをしていただけると嬉しいなと思います。それではありがとうございました。また公演で会える方は公演で、会えないよって方は夜配信する予定なので、また夜配信でお会いしましょう。ドボンもその夜配信の時にやるつもりでいます。それではありがとうございました。またね、行ってきます。行ってらっしゃい。またバイバーイ。ありがとう。